京平の俺がリーマン、よーし、はーい、もうですね、なんと8回目、8回目だよ、8回目。今日の相棒はですよ、本物を得ました。ニュージーランドから来た、クマ、3980円、はい、クマ人形ね、そうです、ブラック。そしてですよ、そろそろですよ、1000人ぐらいになりそうなんですよ記念会とかやっちゃいますからね、皆さんご期待してくださいよ。今日はあのみんな大好き組体操、組体操のそのベールをね、貸していこうと思ってます。ちょっとだけです。専門用語とか使わないんでですね、ぜひ見てくださいね。はい、はい、組体操の秘密に迫れ、スクラムとラインアウトって何するの。はですね、はい、スクラムとかさ、ラインアウトって専門用語で言うんだけど、はい、を組体操と称してですね、今まで、はい、もうここまで来たら素人とは言わせない、こういう風に昇格チャンスなんで、ちょっとずつですね、細かいところをですね、はい、の魅力をですね、教えていこうと思ってます。組体操全体のことをラグビーではセットプレーって言うんですよ。で、今回はそのセットプレーの中でもさ、皆さん有名なところ2つ、有名どこ、これを説明しようと思ってるんですよ。お願いします。じゃあ、これでぐちゃっとくるなんだっけ、グシャです。グシャグシャ。スクラムってですね。うん、でもう一個は横にボールが出ちゃった時に、はい、列に並んでこうやって、いやーって組み体操を上げるやつ、はい、あれをラインアウトって言うんだ。ラインアウト。まずスクラムとラインアウトをまず覚えてください。それがセットプレーのまあ大きなくくりと2つ。マックで言ったらポテトとドリンクみたいな。そうですよ。だからマックで言うところのポテト。はい、セットっていう、セット、そのセットじゃねえんだよじゃあスクラム行こう。まずラグビーワールドカップやってからよく使う人もいない、スクラムを組んで、あ、ね、一丸となってみたいなイメージの理由じゃん。会社の企業アピールみたいな、そうそうそう、ね、スクラムを組んでやっていこうみたいな、そんな簡単に組めてたまかって話なわけですよスクラムって何人で組むか知ってる？8人。そう、お、さすがだね、さすがニュージーから来るからね、来てるからね。ラグビーはまずほら15人でやるじゃん、はい、うちの8人だからまあ約半分だよね。人数が一緒にぐちゃぐちゃぐちゃって組むのがスクラムなんです、はい、スクラム自体を分解していくと、うん、3人3人の前が、でその後ろに2人がついてるわけ。基本この5人5人で押すのがスクラムって言われている、はいはい、でその両脇についてるのがフランカー、そして一番後ろで求めてるのがナンバー8っていう8人で基本的には組みます。基本です、ね、基本3-2-2-1って覚えててくれれば、うん、ほぼほぼ間違いないです。間違いない。スクラム組めって言われたらなんとなく厳しそうにしたなんか真ん中にさ、これぐちゃっとなってあなんか苦しそうじゃん。苦しそうでしょ、そう思うでしょ、本当に苦しいんですよ本当なんですよ。僕のね、あの相棒である NBU ってのがニュージーランドにね、 NBU 彼はですね、あのまさか日本で6番だったのにニュージーランド行ったら2番になったんですよ。最初うりゃーって来る時にんぎゅーってむぎゅーって声がしたんですよ。で、たまにですよ、僕一緒に試合したんですけど、たまにボールインする前にスクラム来るじゃないですか、はい、たまに無理今日は入れるなと、入れるなってどういうこと、俺入れないと怒られちゃうんですけど、入れるなとかいう声が聞こえてきたりする。それぐらいきついらしい、うん、スクラムはじゃあ何のために組んでるかって話になるよ。はい、お願いします。でしょ、で8人8人でさ、ただ組み出す組み合いってもんじゃないわけ、うん、何をしてるかというと、もちろんでしょ、ラグビーはこれじゃないです、これの奪い合いをしてるんですよ、はい、このボールコロコロコロって8人が組んでる真ん中に入れなければいけないんだけど、2番の人が足で後ろにかき出して、うん、それを8番の人の足元に置いて、で球を出していくっていうのがスクラムですよ。はい、ね、そうです。つまり何のためにやるかというと、ボールの奪い合いをしてるわけですよ。はい、質問。はい、どうぞ。クマのお姉ちゃんが言ってたんですけど、うん、なぜスクラムを組まなきゃいけないんですかって言ってたんですよ。それはもう簡単で、前からずっと言ってます。ほとんどの方が分かってますね。ラグビーは何のスポーツでしょう。ラグビーです。です。リュウジンの方です。はい、じゃあ、いつスクラムになるのって話じゃん。相手が反則した時に行われるのが、まあ、スクラムなんですよ。基本的にはね。でね、ここまで聞いても、ちょっと分かんない、分かりづらいなっていう方もいらっしゃるかもしれない。はい、ここはね、本当らしく難しいんですよ。やってない人だったら何やってんのとか思うじゃん。だからそこはちょっと覚えてください。A と B がチームがラグビーをしていて、はい、A が反則をした時に与えられ、B に与えられるのが、まあ、スクラムなんですよ。軽い反則の場合が多いんですよね。うんうん、ただ、これだったらまだまだね、みんなね、ついてきてくれるの。はい、ところがですよ、ここの周辺で反則が多いんですよ。そうですよね。で、それがわからないから、せっかくスクラムでマイボールなのに、相手ボールになっちゃったりするわけよ。はいはい、でも見てる方が何が起きたんでしょうみたいな、うん。正直言っていいですか、私も分からない。知ってる。みんなそれ言う。だがも。下手したら、最前線で組んでる人たちも分からないときは、1個だけじゃキーワードだとすれば、危険なことを NG なんだよ。そうですね。うん、
わざと崩そうとしたとか、うん、変な方に押そうとしているとか、そう崩れちゃったりするじゃん。一番スクラム危ないのは崩れることなんですよね。だからそういうことするとピーンみたいなのはある。基本危ないことをしちゃダメよっていう反則が多いぐらいで覚えててください、うん。まあ、スクラムの細かい、ね、ルールとかはもう覚えなくてもいいですよ。誰かに見えないし、スタジアムに行っても、うん、ピーって言った後のレフリーの手がどっちが上がるかだけ見ててくれれば、そうそう、あ、マイボールとか相手ボールとかってね、 それをちょっと楽しみにしていただければ、そうです、いいんじゃないかなと思います。そうかな、質問。ぶつかり合いが強いチームの方が圧倒的に有利ですか？反則をされてボールを投げれる方ってスクラムであんまり有利じゃない？確かに A というチームはすげえ強いと、 B というチームがスクラムが強くないと、 A というチームがいくら反則して B のボールになってもまたスクラムでうりゃってやられたら強いチームの方が圧倒的に有利じゃないって話。ああ、その通り。俺ね、とある先生に強いチームって何が一番すごいんですかって聞いたら、もう即答でスクラムやって言ってたよ。今の言い方でも分かるじゃん、あの人だってあの人が言ってました、うん。スクラムってラガーマンの中ですごい気持ちの問題で一番重要なのよ。ラガーマンってね、ファーストスクラムってすごい重要って言ってて、なるほど、最初に組むスクラム超重要なの。みんな見ててくださいね、最初のスクラムマジで気合いでるから。それで勝った方ってそのスクラム云々よりも全部いけんじゃねみたいな。なるほど、もう押せるぞあいつ、勝てるぞみたいなノリノリになっちゃう。逆にそこ負けるとやっべやっべ負けてるみたいな。それが先生が言ったかったこと。つまり、ね、ラグビーで一番大事なもう競技として一番するのは、うん、スクラムなんですよ。それはすごい面白い。わかりますね。この組体操、スクラム組体操はそういう目で見てもらえると、はい、いろんな反則運動よりもどっちが強いどっちがどこを見てください。よく解説でもね、ファーストスクラムですって言ってくれるから分かる。知らない、俺が今言わなかったさ、最初のスクラムは何なのみたいな。確かにそれはなる。そういうことじゃないでしょ。ラグビーやってる人にとってのファーストスクラムっていうのは一番気合入る。素朴な質問。8人の真ん中にいる人、毎回ダメージを受けてそうですが大丈夫ですか？毎回身長がなんか縮んでるんですか？ニュージーランドで試合すると1センチぐらい身長縮むんだ。だから俺が引っ張って伸ばしてあげて毎回元に戻してあげないと。そういうぐらいのダメージなんで、まあ大したことないっちゃ大したことないかもしれないけど、まあ受けてる人に聞いてみてください。多分やばいと思う、うん。素朴な疑問。スクラムの中って会話してますか？これね、俺なんか言うと本当に組んでる人にマジで怒られると思うけど、はい、実は結構会話してるよ。相手さっきも言ったじゃん、NBU なんかは、うん、普通に無理無理とかで、無理じゃねえよって今やめてとかちょっと待ってちょっと待ってとか、そういうのとかはある、あとはこの後のサインプレーの話とか業務連絡的なことは話した。というわけでですね、次はですよ、はい、ラインアウトキックでボールが横にテンって出た時にやる組体操ね。基本的には7対7で整列してお互いにこう組体操を組んで高いところで取ったもんが勝ちみたいなのがラインアウトなんですよ。そうですね。だけどね、ショートラインアウトとかでやってるんですよ、ね、3人で組んでもよかったりとか4人で組んでもよかったりあるんだけど、まあ基本は7人と覚えててください。ラインアウトって昔は持ち歩くとダメだったんですよ。意味わかんない。ジャンプですか？うん、ジャンプ力オンリー。下の高いところ、うりゃジャンプ。そうですよ。本当だよ。ジャンプ戦い。私、ニュージーランドに初めて行った時ですよ。ラグビーの試合に出たら、うちの高校なんてすごく弱小校だったから、ロックの子でもね、180センチあるかないかぐらいの子だったんですよ。私がまさかのニュージーランドに行った最初の試合のロック、4番、5番の子、両方とも2メーターあったんですよ。で、その時もうリフティング OK だったんですね、ルール的に。持ち上げたの。2メーターの人がジャンプしたのをリフティングしたら、もうものすごい高いところでラインアップ。見たことないんですよ。私は9番だったんで、うん、近寄りすぎちゃって、うん、お前下すぎじゃないみたいなもっと離れてくれないみたいな、うん、感じで初めて言われたの覚えてて、日本の高校なんて天井の高さぐらいだから、うん、まあその辺かなと思って、うん、全然距離感合わなかったのは覚えてます、うん。ラインアウトっていうこれもね、反則が多いんだよね。これだけ覚えてほしいっていうのは、人と人同士が 1m 離れて並んでるんですよ。でその真ん中にボールをやらなければいけないんだけど、はい、よくありがちなのがこうちょっとずれちゃって、せっかくマイボール投げたのにピッとかってすぐ相手ボールですよね。組み体操して飛ぶじゃないですか。でボール持つ取るじゃないですか。その後よくありがちなのが、ついた後にぐちゃってさっき説明したスクラムみたいな、うんうん、途中から始まるバージョンがあるんだよ。ありますね。それをモールって言うんだよね。これがモール。そうで、そのまま押してってトライとかっていうパターンがよくあるんだけど、これはもうさらっと今度も説明します。ラインアウトのやっぱり醍醐味はさ、はい、背の高い人を持ち上げる高さとかじゃん。おすすめはですよ、秩父宮の、あのバックスタンド最前列とかで見てると、うん、本当にこの目線でラインアウト行われるから、高さまで感じられる。うわ、すっごい高いなみたいな。それちょっとね、見てほしいなと
というふうに思っております。素朴な疑問、持ち上げてられてる時ってどんな感じですか？楽しいですか？丁寧に下ろしてくれますか？これね、これいい、ほんといい質問。なぜかというとね、私ね、さっき言ったニュージーランドで、はい、2メーターですよ、うちの4番5番、はいはいはい、そんなチームの私9番に入ったんですけど、まあ165度ぐらいしかないじゃないですか、うんうん、言ったらコーチがまさかのですよ、はい、もう強兵を飛ばせるサインも作ろうとかで、え、なんで？どういうこと？2メーターのやついるんだから俺いらないじゃんと思ったの。だけどそこだみたいな、相手はノーマークだきっとお前のこと、だからここずっと的にやろうとか言って、確かに俺こんなことあるんですよ、はい、もうマジで怖いよ俺が。怖い。でものすげえ持ち上げられたんですよ、はあはあはあ、で取ったんですよ、はあはあ、でポイって渡して、うん、そいつはガチコーンって突っ込んでって、ナイスって思ったけど、まさかの上げたやつを俺をその場で捨てやがってもうすごい空中から俺うわーとか捨てられました。だつまりですよ、上がりきった後丁寧に下ろしてくれるの、落としてくれません。僕の場合はそうでした。最近ねラグビー体験イベントとかで あのジャンプさやってくれるとかあるじゃん、ああいうのあったらもうぜひね、体験してみてください。そうそう、どんだけ高いかっていうのはね、そういう時はですよ、絶対選手の人は優しくこうやって下ろしてくれますから、こういう疑問を持った方はですね、そういう体験会ぜひですね、はいはい、やっていただきたいなというふうに思います。というわけですよ、クラムとラインアウトの組み体操を覚えた、これ2ですよ、2クロート、あなたも今日からクロートだ。スクラムとラインアウトというわけご説明しました。今日はよく知ってる、はーい、ね、今日ご紹介するんですよ、ウォークライですよ、ウォークライウォークライです、ウォークライじゃないです、ウォークライです。わからない。できるじゃねえ、できる、ちょっとやってみて、ウォークライ、これでしょ、ウォークライか、これか、つまり、はい、オールブラックスはこれだよね、これだ、ハカ、ハカ、ね、トンガはシピタウ、サモアのシバタウ、フィジーのシリ、南半球のね、はい、島国、島国たちが試合前に踊り、うん、とかやるじゃん、うん、はい、結構みんな見たこと絶対あるより1回ぐらいだね、もうこのハカは超有名じゃん、オールブラックスが有名で、まあ今2種類あるんだけど、オールブラックスもそれを総じてウォークライって、うん、ウォークライっていうのはウォーだから戦いの前の踊りって言うんですよ。あ、なるほどね。ウォー、試合前に戦いの前の儀式みたいなんですかね。そうですね。それを一部の国はやりますよと。もうこれね、めっちゃ盛り上がるじゃないですか、はあ、ハーフラインの真ん中の線あるじゃん、ぐらいのね、はあはあはあ、半分のラインは超えちゃダメですよ、うんうん、あるんだけど、うん、盛り上がりすぎるともうハカやってる人たちが前で出てきちゃう。なるほどね。聞いてる方もおんでおらろみたいな感じで、もうすごいことになっちゃって、ものすごいことになっちゃったりする時もある、うん、でもまあまあそれは置いといてさ、はい、オールブラックス対例えばトンガとかしやすと結構熱いの、お互い両方やるからちょっと違うんですよね、人形が違かったりね、いろいろ全然違うで、うん、でそれぞれがそのウォークライを持っているわけよ。そうそうです。詳細は概要欄に動画貼っとくんで、いろいろ他のを見ていただいたら面白いんじゃないかなと思うんだけど、俺は実はニュージャンドリアだけど、うちのチームには試合前にやる墓とかなかったんですよ。あ、ないんです、ね、だから私はやったことないんだけど、たと言いながら私たちはクラブの墓っていうのがあって、アフターマッチファンクションの時とかに急に始まるわけよ、はい、そうするとクラブで飲んでる全員が同じ墓をやるっていう、そう、ほぼ毎週その酔っ払ったじいさんがいきなり盛り上がってくると、はい、やるぞーみたいな言うと、みんなでおーみたいな感じでやるわけ。でそれがうちのウェリントンクラブはそういう墓だった。墓の種類で言ったらおすすめはマオリオールブラックス、うん、マオリオールブラックスの墓はもうやばいですから、はい、本物です。これ絶対一回みんな見てほしい。俺が思ったあれですよ、これはもうみんな言ったんですけど、うん、だったら、はあ、もう日本人は全員正座して武士にこうやってそれの隊列組んで全員のことビシッてやって墓とか聞いてたら、逆に墓やりながらやべやべあいつの侍、そう侍だよ。だから刀も持ってるじゃん、いいですね、悪か刀を持ってって、うん、真ん中にドンって置いて、全員がそれに対してもう正座してやってたら、やべあいつらやべ超気怖いわ。でそれ日本人のさ魂があるじゃん、そうですね、魂を揺さぶれるじゃん、それ。そういうことなんですよ。だから日本人が一生懸命なんとかなんとかイエーイとかイエーイじゃない、それはおーとかやってもしょうがないっていうことを言ってあるんですよ、私は。もう日本っぽいのがね、そう、俺はね、それ採用してほしいんですよ、採用。近くまで行ったんですよ、なんか刀渡してなかった、ワールドカップの時に交換したじゃん、ね、近くまで行ってるぞ、このまま言い続けたらいつかやるんじゃないかって皆さん期待してください。いつかもし彼らが正座してたら、これ 俺のこの影響の可能性 1% ぐらい、やっとバズりますよ。やっとまあそういう神聖なものですよってことはちょっと頭に入れていただけると、はい、いやこれ幸いでございます、まあ、これぐらいでいい、はい、このまま話すと本当に映画一本撮れちゃうぐらい話しちゃうんですけど、まあ今日はこれぐらい本当の触りですよ、このボールで言ったらこの辺のちょっと見てください。
しか話してないんですけど、今日は、ウォークライについて、ご説明しました、はい、というわけでですね、今回はですね、組体操についてご説明しましたけど、どうですか、これもう8回目ってことで、もう第1回目から見てるそこのあなた、もうね、多分ね、これ見てからリーグワンを見ていただいてる人とかもいると思うんですよ、多分ね、理解がちょっと深まったんじゃないかって私は勝手に思ってますよ。嬉しいです、そんなこと言ってたのあいつみたいな。引き続きですよ皆様、ほんと高評価だったりとかね、はい、チャンネルのまだしてないんですかえ、ぜひお願いいたしますというわけで第8回目、はい、お届けしてきました、はいはい、では